皆さんおはょうございます西良平です今日は11月20日日曜日ですね。はい今日はね、えっと、ロハロハフェスに、えー、参加させていただきます。はいえー、会場の方に来られる方、えー、お待ちしてますねっていうことで、えー、今日はですね、まあ、東京出張初日なんですけども、うん。 人生の天気でした。本当にね、天気って突然やってくるんだなと思うぐらい、えー、突然やってきますけども、まあ、あの、ことの発端っていうのはですね、えー、っと、うん。まあ今日、僕、実はあの、仕事が本当は入ってたんですけど、それがちょっと、あの、キャンセルになりまして、で、時間が空いてたんですよね。で、まあ、着いた初日に時間が空くってなかなかないなって思いながら、ふと、 あの、前回もね、えっ、ー、と、大好評でしたけど、えー、朝倉先生、朝倉千恵子先生の、えー、まあ、動画出したと思うんですけども、朝倉先生がよくね、あの、東京来られるときはぜひ連絡くださいと、あの、ご飯を一緒に食べましょうって言われてたので、うん、なんか僕から来やすく、なんか、先生空いてますかっていうのもなかなか言えないけど、どうしよっかなと思いながら、あの、連絡させていただきました。一つここで、ね、あの、学びがあるのは、 あの、今までの長い経験の中で、あの、運の本当に強い人って、程よくズーズーしいっていう、あの、特技を持ってます。なので、僕もちょっと、ズーズーしくも、あ思うけども、ちょっと、えっと、行ってみようと思った上で、言ったら、あの、OK をいただいたんですよ。で、えー、その日ちょうどね、夕方から空いてますってことで、あ、いや、あの、ぜひ、ぜひぜひって,って言ったんですが、その日がちょうど、あの、まあ、収録がありますと。 あの、収録が終わってから一緒に食事をっていうところだったんですけども、その収録から参加してくださいって言われて、いや、もうはいって言って、で、誰とされるんですかっていう話を、ま、した時ときに、えっと、先生知ってますかって、あの、長松茂下さんっていう方がいらっしゃってってったときに、あれ、聞いたことあるというか、ま、多分、ま、2020年、21年と、 あの、日本で一番売れた本を書いた、話し方が9割っていうね、えー、本を書かれた、えっ、ー、と、長松さんですね。すえ、す、あっ,って言ったら、もうぜひご紹介させてくださいって言われて、いや、まさか、長松さんとお会いできるなんて思ってもなかったので、あの、本当にね、あの、お会いさせていただいて、本当にね、なんて言っい。 すごい話を聞かせていただきました。これは多分朝倉先生の YouTube で上がるとは思うんですが、その収録してる時の、あの、3メートルぐらい横に、僕がね、座ってじっと聞いてたんですけど、いやもうね、何がすごいって、縁ですね。やっぱり、ちょっと吹っ切れて、僕の中で日本一の講演家、えー、ベストセラー作家になりたい、なるっていうことを決めた上で、今年2022年っていうもの自体を活動してきたんですが、 その言葉を言ってるからこそもしかしたら引き寄せられたのかもしれないっていうご縁だったんですよね。だって日本で今一番売れてる作家さんだので、その方とその空気に触れて、その上でお話ができるっていうことは僕にとってすごく貴重な体験だなって思った上で、ありがたくね、参加させていただいたんですが、まあ何がびっくりしたかっていうと、あの、まあ、 共通の知り合いがいるっていうこともそうですし、僕が学生時代携わってた後輩と長松さんの後輩さんが、えー、被ってたとか、なんかいろんな共通点があって、なんかまさかこんなことがあるなんてと思った上で、ちょっとびっくりしたっていうことがあったんですよね。で、まあ、あのー、まあ、そうですね。今日は、朝倉先生と長松さんの話を聞きながら思った僕の学びっていうのは、やっぱり言葉が重要。 言葉っていうもの自体が、自分にとって引き寄せとか、えー、それを現象自体を引き寄せるっていうことなんですよってことは、やっぱりお二人も同じこと言ってて、やっぱりこう、日本で一番って言う、言い続けないと、一番の人とも出会えないし、えー、知り合うことはない、ないんだなって思った上で、吹っ切れて日本で一番って言っててよかったなって思ったことがそれですし、まあ、その中でも、今日いろんなお話を聞かせていただきましたけども、 あの、ま、すごく一番印象に残ったのは、うん、そうですね。まあ、あの、てっぺんまで上がると。てっぺんまで上がる。あの、てっぺんまで上がるっていう中でもそうなんですけども、長松さん自身が、まあ、あの、人間関係って人脈っていうのは広い方がいいんじゃないと。深いのがいいんだっていう話をされてたんですよね。広く浅くではないと。狭くていいと。 その上で深く繋がることこそが本当に重要なんだって言われたときに、あ、やっぱそうなんだなっていうことを思った後に、えー、すごく腑に落ちる話を一言言われたんですけども、てっぺんを目指して上がり続ければ、山の面積っていうもの自体はどん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 狭くなっていく。で、てっぺんまで本当に上がっちゃうと、てっぺんの人たち同士がそこにいるんですと。で、ものすごく狭い範囲の中でいるので、必ずてっぺんにいる人たちは、てっぺんにいる人たち同士とくっつき合いますよって言われたときに、 そうかって。だからこそ人脈ってもの自体は、浅く広く持つのではなくて、深く狭く持つだけでいいっていう話がめちゃくちゃ腑に落ちて、いや、なるほどなと思って。僕はもともとがあんまりこう、コミュニケーション能力っていうもの自体は本当に不得意な人間なので、なんで、まあ言うと、嫌いな人には嫌いって言っちゃう。本当はね、社交事例とかなんとかっていうところで、あ、この人ダメだなっていうところを言う必要はないし、僕も言わないんですけども、 あ、もう合わないかなっていうことがあったりするっていうことの中で、あの、人間関係っていうもの自体のコミュニケーション能力が僕は下手くそなんだなっていうことを、まあ、あの、カウンセラーの方にも昔言われたことがあって、無理して広げる必要ないんだなって思った上で、狭くていいから深く繋がっていく人たちと出会えたらそれでいいっていう中で、まあ、それこそが、あの、人脈っていう中で重要なことなんですよってことは長松さんがお話ししたときに、 あなんか自分を認められたこともそうですし、その上であ、それで間違ってなかったんだなって思えたこともそうですし、その上で、僕が日本一のベストセラー、あの、講演家、そして作家に、あの、ベストセラー作家になるっていう言葉を言ったからこそ今回この縁が引き寄せられたんだろうなっていうことで、やっぱり口に出して自分の夢を明確に、あの、高いハードルを上げた上で言っていくことが重要だし、僕がこの1、2年で知り合った、ね、 山のまだ中腹だと思うんですけども、狭い範囲の中で知り合えた人たちに、んと出会えたことが本当にね、あやっぱり間違ってなかったんだなって思えたことが、えー、今日のね、学びですかね。まあ、感動しましたね。その上で、何一つとってみても無駄な言葉がないし、その上であの、一緒にお食事もさせていただいたんですよね。で、つながりもできたっていうことが、あ、自分がちゃんと明確なものが見え、見えてるっていうよりかは、 目標として進み出すからこそこういう引き寄せがあるんだなって思ったことが、やっぱり言葉は重要だなと思いました。その上で、うん。なんか、自分の中でのいろんな答え合わせができたなって思うことがあったので、人脈っていうのは広いからいいってわけではない。狭くてもいいから深く繋がることっていう言葉がすごく言葉の心に響きましたっていうことのお話を今日はさせていただいて、まだね、伝えたいことがめちゃくちゃいっぱいあるんですけど、これはね、 あの、朝倉先生の YouTube で、え、中松さんとの対談が出ますので、ぜひ見てみてください。はぁーって思います。なんか、一つ一つの言葉が素敵だなって思うし、まあ、あの、中松さんと、そして朝倉先生とっていう話の中で、何より本当にね、すごいなと思って、あの、冷静に後で考えてたのが、本当にね、面白い。素敵。素晴らしい。もう、この単語がめっちゃ会話の中に出てくるんですよ。 人を指定するっていう言葉が全く出てこなくて、わあ面白い。素敵って素晴らしいっていう言葉自体がもう自然に出てくるんですよ、この方たち。ああ、なんかまだ僕は人に対して素敵とか、あ美しいも出ました、美しい、うん。美しいとか素敵っていう言葉をさらっと言えないなって思ったときに、 あやっぱりそこまで行く人たちっていうのはその言葉をとっても大切にしてるっていう中で、綺麗な言葉を使っていくことの重要性っていうことも学ばせていただきましたね。もうなんかね、東京着いた初日があまりにも濃すぎて、<laughs> びっくりです。はい。そんな感じで、えー、この動画を見ている皆さんもね自分の夢っていうのは明確にする。その上でね、ハードルは、ね、高ければ高いほどそういう人たちと引き寄せ合うっていう力は必ず強まってきますので、えー、ぜひ持ってください。う 今日の学びの中で本当に思ったことは、昨日実はね、習慣のお話をさせていただいたんですけども、面白い話もう一個だけ言っときますね。すぐ終わります、これ。はい。っていうのは何かっていうと、えっと、浅倉先生も長松さんも、できる人の ABC っていう話をしてたんですよ。できる人の ABC って何だろうと思ったら、A、当たり前のことを、やれてる人のことを、B、馬鹿にしない。C、 だから、ちゃんとした人。すごいよね、と思って。皆さんのやっていく努力っていうものは習慣を変えていく一つのきっかけだと思っていただければいいし。で、できる人の ABC っていうのは当たり前だと思うことを、えー、絶対にバカにしない。その上で、えー、それをちゃんと 繰り返しやっていくっていうことが、えー、ちゃんと、その上でバカにしない。その上で当たり前のことっていうことの ABC って話を聞かせてもらったときに、おそらく昨日の動画を見た上で、今から先やっていく、えー、自分の習慣とか、毎日続けていくことっていうものを続けて、それを積み重ねていく人たち、そしてそれを笑わない人たち、そしてそれが大切だと分かっている人たちは必ず縁がつながります。そしてその縁がつながっていく人たちこそ、まあ、本当に言っていく。 うん、てっぺんまで登り詰めていく人たちや、てっぺんまで登ってる人たちとのつながりが生まれるっていうこと。だからこそ、僕たちが日々、習慣としてやっていくことってすごく重要だなって思うことを改めて勉強させていただきました。ということで、え今日はね、えー、日本で一番売れてる、えー、ベストセラー作家さんである、長、えー、松さんいやいや。YouTube に出てなんて言えないので、その上で朝倉先生との話を聞かせていただいた学びを皆さんとシェアさせていただきたいと思った上で、えー、この話をさせていただきましたっていうことです。 はい。僕も日本一の講演家。それで、もう言ってしまったもう日本で一番ベスト、売れるベストセラーサッカーを目指して、やっていこうと思います。はい。えー、それぐらいね、自分の言葉に自信を持ってやっていこうと思います。ってことで、えー、今日も皆さんを、えー、ガッツポーズで見送らせていただこうと思います。では、いきます。いきます。せーの。おっしゃということで、今日も元気よく、いってらっしゃい。